はい、1月7日です。今日は夜材料がありますよね。ここの円安ですね。どこまで進むんでしょうか。私は120円ぐらいまでは進んじゃうんじゃないかなと思いまして、しばらくね、倍一辺倒で行こうと思います。まあ、とはいっても、去年の今頃から政権交代があってからね、トランプさんからバイデンさんへ、ずーっと、円が安くなってますんで、円安方向でずっとね、利益確保してる状態なんですけどもね。じゃあ今日はどんな感じになるのか、こちらを見ていきましょう。どうぞ。まずはね、デイリーなんですけども、こちらのポイントを超えましたんで、赤い線を引きました。115円の448がレジサポラインです。で、現在115円の908なんで、このままね、落ちるとしても、この1時後の448に達したところで N を書いて上に上昇するというのが第一の読みです。全体的には上昇トレンドがまだまだ強いですから、ここでね、トレンド転換を起こして下落に向かうってことはないと考えます。トレンド転換を起こすとしたら、ここで起こしてないといけないですからね。まあ絶対はないんですけども、私としてはそのようにレジサポ転換を考えています。レジサポ転換が完了したと考えています。じゃあ次の4時間足ですね。4時間も右肩上がりがもう一方的です。もう右肩上がりしかないと言えますよね。移動平均線もそのように示唆しています。というところで、上昇したこの陽線が今、下にギザギザとノコギリのように下がろうとしてますけども、でも結局はね、これ、上の方に跳ねる押し目になると思います。どこで押し目になるかというと、先ほど示したポイント、115の448が押し目となって、一番わかりやすいのは、ここで跳ね返って、ここを抜けるってやつですよね。もちろんそうならない可能性もあります。こっから抜けちゃうかもしれませんけどもね。とりあえずね、115円の448を下回ることはないというふうに、ここで考えております。あとはエントリーポイントを探すだけです。最後1時間です。1時間は大きな陽線が出た後、ノコギリのようにギザギザしながら下に下がってるよっていうところの途中ですよね。だからこの水準までね、1時後の448まではこのギザギザは止まらずに下がっていく可能性は高いです。そうならなくてもこの辺りから上に伸びるかもしれませんね。いずれにしましても今日は材料ですから、これがね、ドーンと下に向かうようでしたら、まだまだ上の方に回復すると思いますし、これがね、上の方にドーンと行っちゃうようだったら、来週に入って一旦、冷静にね、売りの方を見ていった方がいいのかなっていうふうに思ってますね。その辺も、今日の夜の材料を見ながら決めていこうと思います。はい、今週もお疲れ様でした。今年初めての相場解説をした1週間だったんですけども、早速お年玉のようなことが起きましたよね。今回のこのお年玉は私の相場解説をずっと見ているんだったら、取れてるはずですからね。取れていないことは、この毎日の短い時間で行っている相場解説が十分理解できていないと思いますんで、もう一回ね、FX の基礎編、そして中級編の方を勉強していって、よろしかったら補助線をね、もっともっと引いていきましょう。ね。補助線を引く枚数がどれだけその経験が多いかによって FX のテクニカルの実力は変わっていくというふうに思っても過言ではないと思います。で、できた補助線は遠慮なく私の方に送ってください。それでは、いってらっしゃい。